どうも、初雪さくら体験版13回目やっていこうかなと思うんだけど、今回は白熊さんの回になるのかな。てかまず仕事できんのかっていうね、ところなんですけど、まあ客は少ないとはいえな、じゃあ見ていきましょう。いいか、勝手なことをするな。お前はメニューを取ってできた料理を運ぶだけでいい。それ以外に何かあったらすぐに俺を呼べ。お、白熊さん。白熊っていうもん名前になるんだね。なんかちょっともとかってさ、チラッとこう、本名を言おうとしてた気がするんだけど、あのもは何だったんだろう。もだっけ、むだっけ。店長早いの。まあでも最初はね、いっぱい聞いた方がいいな。なんだ、この人が、この人が、この人って言うな。お客様って言え。このお客様が、こちらのお客様な。こちらの人が、お客様だ。こちら様のお客が、もうダメだ。なんだこちら様のお客って。どういうことやそれ。こっちになっちゃってるやんそれ。こっちが客になっちゃってるやん。まあいいや。まあそれでもおかしいけどな。こちら様のお客でなんやねん。なんかちょっとツボに入ったわ。すいませんでしたお客様。で、なんだ。お部屋をって。運べばいいだろ。なんでお部屋ごときで俺が呼び出されるんだ。あ？だって何かあったら呼べって言ったもん。メニュー取る以外と料理運ぶ以外に何かあったらって。あー、そっか。お部屋まではちょっとマニュアル、白熊マニュアルになかったんだな。白熊マニュアルに。お前は応用力ゼロなんだな。だって勝手にやっちゃいけないって言うから。お水ただかどうかも知らない。教えてやれや。そこは教えてやれよ。これはちょっと厚雪くんの、まあ、ミスだな。ただに決まってるだろ。ロシアじゃいちいち氷から溶かす手数料がかかっていたのかもしれないがな。ロシアのことを悪く言うな。そうだね、これはちょっと悪いな。今ロシアのことを悪く言うとちょっとあんま良くないからな。おい、てめえ、今日だけで何枚割ってんだよ。だって重いし滑るし。もう向いてないと思うぞ。白熊さんも、多分、ウェイター向いてないと思うぞ。皿洗いごときで普通にやれないのかよ。じゃねえよ。言い訳か、泣きべそを書くことしかできないのか。素直に謝れっつってんだ。だから、じゃねえ。バカにしてんのか、おい。ちょっと怖いですよね、今のね。ちょっと、いや、まあ、ミスはミスだからさ、怒られるのは仕方ないけど、ちょっとパワハラじみてんだよな。口調が。浪人に泣きついている。こいつ、俺には終始ビクビクしているくせに。あ、優しいんだろうな。怖くない、怖くない。うん。ユキチは、ちょっと恥ずかしがり屋なだけだ。もう、ママじゃん。特に初対面の女の子に対しては、素直になれないんだ。浪人の言葉にガキははっと顔を上げ俺を見た。あるある。あるのねえよ。ゆきち、まだ仕事始めなんだ。ゆっくり教えてあげなよ。そうだな、一つ一つやらなくちゃ。そんな時こそゆっくりが大切。女の子だもの。ん、何その標語みたいな、なんか小学生の作ったなんか標語みたいな。はあ、浪人なら俺と違って優しくしてくれると思っているらしいが、言っとくがそいつの方が万倍怖いからな。人聞きの悪いことを言わないでほしい。いいからさっさと食器下げて洗っておけ。ゆっくりが大切。女の子だもん。お、ゆっくりやれ。そのガキなんだと思う。白熊だぞ。いやいやいや、てめえに聞いてない浪人。そう、こいつもこいつでとぼけたやつだよな。少し遊んであげなよ。遊んであげてって言われても、あの人何したいの。お前に言ったんじゃないだろう。俺がお前と遊んでやるかって話だ。両方に言ったんだよ。おう、何。浪人、
このガキほっといていいのかよ。家出にしろ、拉致ってきたにしろ、尋常じゃないだろ。確かに尋常ではないな。理由がと、浪人は笑みを漏らす。ユキチはきっと私よりずっと常識人だね。アヤさん常識人じゃないの？てかアヤさんは何なんだろうな。ねえ、この変なさ、この空間にアヤさんだけこう普通の浪人なんだもんな。そう思うよ。彼女も君とそう年齢が違うわけじゃない。あれでちゃんと考えているだろう。あ、俺とそう違わないって？聞いたところによると3つ下みたいだね。おお、嘘だろ。最近の若い連中ってのはもっと混ぜてるんじゃないのか。東の顔が思い浮かぶ。まあ、あいつは俺と一つしか違わないが。最近の若い連中はって、君にそんな言いぶりをされたら私の立場がなくなってしまうじゃないか。おばあちゃんみたいになっちゃうもんな。いや、遊ぶって言ってもな。お、ドアップ。もう癒し枠だね、完全に。白熊さん、小さな畑を目の前で振ってみる。うん、飛びつくか。パタパタ。一瞬瞳孔が開きかけた、瞳孔が開きかけたが、パッと何かに気づいたように首を振った。白熊に何事させようとしているの？いや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 。狩猟本能が目覚めて飛びつくかと思って。白熊は猫じゃなくて白熊だよ。おお。似たようなもんだよ。大体お前全然白熊っぽくねえじゃねえか。名前が白熊なだけで。実際、名前が白熊なだけだぞ。もうなんかさ、この白熊さんとの会話ほんと難しいね。まともな状態、まともな思考で会話しちゃいけないやつなのこれ。そうは言ってもロシア出身ならもう少し白熊っぽくできないのか。八方領土、八方領土。クナシコ。はいはい、北方領土のクナシコって言ったら、白熊の名産地だぞ。まさか知らないわけがないよな。おう、ほう。おっと、飼ってたし。飼ってた？白熊ってどんなだよ。え、え、飼ってたんだろ。どんな感じだった？ガオ。本当に？俺が知る白熊はそんなんじゃないな。お前本当にロシア出身か？ぐるるー。あー、それぽい。でもクマじゃねえかそれ。白クマじゃない。白ぐるぐる、白ぐる白。とりあえずさ、もう頭撫でてあげて。ちょっと子供怖くないね、こ怖くない怖くないっつって、ちょっとね、後ろの方にこう。ちょっとあの後ろの方に行っててねっつって。ふざけるな。じゃなくて白熊。うん。望月は何をやらされてるの？望月、あ、言ったな今。つうか望月ってなんだ、お前の本名か。あ、言っちゃったね。もうって言ったもんな、前回。前回ってか、あのこの前のやつで。北方領土。はいはい、だったら白熊ぐらいお手のものだろ。グググ白グー。白を白って言って表現するなよ。指示をください。ん、アドリブでお願いします。グルルおいでー、グルグルグルルガオガオ。ロリコンだったら今の時点で押し倒してるなこれな。まだまだガオルツイでアイスガオスガオガオグルル。夏だ今、夏だな、アイスっつった今。ぐるるじゃ、アイス、ぐるぐるアイスみたいな言った今。お、来てるぞ。もう一息。遊ぶな。ぐるる、顔を吐いて、ぐるる、ぐるぐるしろ。ホワイテって言ってた今。お疲れ様です。こちらこそ、お疲れ様です。お疲れ。
ちょっと休んでくる。そうしろ。アホらしい。アホらしいな。まああれだけやればもう絡んでこないだろう。なるほど。遊べてたじゃない。遊んでたかな今の。まあ、楽しかっただろうな初雪くんは。あれでか？いじめてたんだが、あれでいいんなら相手してやるよ。カウンターに座りながら気だるそうに眺めている浪人。俺はふと気づく。お前考えてみれば、今日俺と奴のやりとりを座って眺めてるだけじゃねえか。そうだね。あまりに自然にサボってるから気にならなかったよ。ごめんごめん。ちょっとここ数日寝つきが悪くてね。お？大丈夫かな。言ってぼんやり天井を眺める浪人。本当に血の気が薄く見えた。え、なんか病気？ご苦労なことだ。この時期はクラスの連中もそんな感じだよ。いや、勉強のことじゃないんだ。もっと別の。別の？なんだ？ゆきち。何か見聞でもするように浪人が俺の顔を見ている。俺がなんだよ。いや、なんでもない。今日は失礼させてもらおうかな。悪いね。そうしろ。おお、こんな場所あったな、そういえば。ここもまだカフェの中でしょ。さて、こちらもここからが正念場だ。ケーキ漬けに一杯引っ掛けていこう。小うるさい奴もいないしな。結局飲むんだ。店長、何飲んでるの？あ？こいつは本当に住み込みで働いてるんだな。大丈夫なのかな一人で暗いところでさ。ねえ、ほっといといてというか、なんつったらいいの？ほっぽっといてって言ったらいいの？控え室に妙に生活感が漂ってきてるとは思っていたが。うるせえな、引っ込んでろ。へい。けけけ。おかしくなってる。うん、もういつもおかしいから。暑い期間に関してはもうね、飲んだらいつもおかしくなるから。誰もー。これはもう無言でジャイアントスイングですか。だれまーってお前言ってるだろ。むつりしてるんじゃねえよ。店のお姉ちゃんとかお前、俺がたれまっつったら、いらってませーってお前、マジウケる。ブゲラ。なんで来たの？じゃあ、スモールからやめてまして。ただのおっさんになってんじゃん。今までよく耐えてたのに。まだまだなんとか耐えてたのに。結構飲んだんだな。飲んだらこうなるんだな、結構こう。これ今までちょっとセーブしながらだったんだな。今夜も飲んできたんだね。うん。ちょっと前に言ったはずだよね。お酒はやめようって。うん。男には付き合いってものがあるんだよ。多めに見ろってんだ。嘘ばっかり。一緒に飲む友達なんていないくせに。はあ？うるせえな。日々の付き合いに疲れて飲んで癒すんだよ。一日引きこもってるお前にはわからない苦労があるんだよ。オッケー。そう。全く反省してないんだね。うん。なん？顔が怖いぞ。俺ちょっと外へ星を見に行ってくる。大丈夫だよ。ランさんが手伝ってくれるから。逃がさないよ。何この顔文字。初雪の。うん。パーカー。あー、星まで。星まで連れてってくれそうだな、ランさんが。ギャー。なんでお酒飲むの。誘惑に負けるんだ。この意気地なし。いやー。解消なし。解消なし。解消なし。いやー。え？あ。手が滑った。大丈夫か。あれ？あれ？初雪？なんか。首が変な方向に曲がってるよ。変な方向に今曲がってたな。大丈夫かマジで。
シャレになんないんじゃないかこれ。大丈夫か。ちょっと噛んだし。12月23日金曜、あと2日後で、てかもう次の日イブじゃん。さて、進路指導員さてじゃないのよ。大丈夫？大丈夫だったの？あのさっきのやつは。てかまず酒も大丈夫だったのか。二日酔いとか。毎日一度は顔を出すように言われているこのうざい活動だが。おい望む、冬休みまで何かやらされるわけじゃないんだろうな。それはクルス先生に聞いてみないと。聞かなくていい、何もないってことで老けておけ。そういうわけにはいかないぜ。ねえ、これから3年生の先輩方は一番大変な時期に入っていくんだぜ。うん、進路指導委員の出番だぜ。ねえ初雪、誰も呼んでねえし、こんな活動やってることやってるってこと自体知らねえっての。ん、あの、おこちら進路指導室ですよね。お、ちょっと相談したいことがあって。まああるわな。そりゃな。いかにも進路の相談に乗るぜ。やばい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 。もういきなりハードル高いよこの女子学生。あれなんだこのノリと。あ、どうも川野くんが院長？違う、あいつだ。俺のことは気にせず相談があるならしていけ。そうなの？じゃあ死ぬのめさんいい？はいだぜ、こちらへどうぞ。はいだぜ。大丈夫かな。なんか不思議な空間だな。だろうな。それで相談というのは、私というかうちのクラスの子の話なんですが。うん。行方不明なの。どういうこと？行方不明。進路相談の話じゃないよね。人生の進路相談になっちゃってない？その子の。あれ？山野辺静香っていう子なんだけど、うん、以前からゴーストの噂を流しててね。うん、あの旧市街あたりでゴーストにさらわれちゃうよみたいな噂。あ、私がゴーストチャイルドなのって言って終わったやつか。聞いたことない？あまり。その山野辺さんがいきなり行方不明になったでしょ。女子の間では結構噂になってて、こんな時期なのに本気で怖がってる子もいるの。なるほど、山野辺という少女のことが心配というより、妙なタイミングで失踪事件が起こって不安になってるってことか。この時期受験でどいつもこいつも神経衰弱だからな。そりゃ山野辺さんのことだって心配だよ。どうしろってんだ。山野辺さんについて調べてみてほしいんです。調べろっつったって、俺らは更新所でも何でもないんだから、そんなことできるわけないだろう。でも私たち家族というわけじゃないから、捜索願いとか出すわけにもいかないし、更新所に頼むようなお金はないし。じゃあ諦めろ。私たち呪われちゃったんじゃないかって不安で不安で、ああ勉強も手につかないんです。なるほどね。ああそれに関わってたから、なんかそれの関係でちょっと なんていうの、呪術的な、なんていうの、この神頼みじゃないけどさ、神頼みの逆じゃないけどさ、呪い払ってくれませんかみたいなお願いってこと？バカ言ってるな。それは進路に関わりますね。おお、おい、もしちゃんとした事情があったのなら、失踪した原因だけでも分かればほっとすると思うんだ。お願い、お願いされました。やるのかよ。そもそもどんなやつなんだ。どんなって、山野辺さん、川野くんは同じクラスだったんだよ。もう興味ないんだもんな、だって名前覚えてねえんだもん。何というか、私も同じ C 組なんだけど。明らかに覚えてくれてないよね。だろうね。悪い。どうほ、そいつの写真とかないのか。それが残ってないの。一枚も。山野辺さん、3年になってからこの学園に来たらしくて、ちゃんとした友達もいないみたいで。
勝手に制服着て紛れていたってオチじゃないのか。ああ、でも出席簿とかには載ってたから、やっぱりあのクラスにいたのは間違いないんだよ。ああ、だからちゃんと学校にちゃんと入ってきて、で、進級してきたってことだもんな。へえ。まあ、それがちゃんと転校してきた履歴があると。山野辺だと。何かおかしなことになってきたな。失踪者を探すなんて、逆にクルスにバレたら止められそうな案件だ。こっちで片付けておいた方が良さそうだな。まあね。うちの山野辺さん知りませんか？何これ。え、これは進路指導室でなんかやってるってこと？なんか躍動感すごいな、のぞむさん。なんかあれだよね、のぞむさんとさ、あずまさんだけめちゃめちゃ一枚で出てくるね、この中盤。まだ白熊さんとか全然出てきてないのにな。3年生の山野辺静香さんが、1週間ほど前より連絡がつかないとか、彼女について調べてほしいという依頼がありました。おい、盛り上がってるところ悪いんだが、なんで俺たちまで呼び出されてるのよ。僕ヤンキース呼び出されたか。そう言いなさんな、白崎ヤンキースも今や正義の進路指導委員に組み込まれたんだぜ。組み込まれたの。なんだよこいつ、だぜ、つかタメ口、どうなってんだよ。まあお前と同じようなもんだ。なんで俺を見る。川野が飼い主じゃねえのか。ワン。そんなキモい関係はない。お前がそこの女に飼われてるのとはわけが違う。ああ勘弁してくれっての。金の卵産んでくれる男なら必死に世話しないでもないけどさ。おお。ねえ、スペシャルミー。出たスペシャルミー。出たスペシャルミー。あずゆきとね、スペシャルミーに関してはもうなんかやっぱ聞くたびに幸せな気分になるわ。注目だぜ。ちょっと目が怖い。穏やかに注目してください。あ、穏やかな人いた。山野辺さんに何があったのかはわからないが、彼女だって卒業したかったはずだぜ。お前に山野辺の何がわかる。黙って聞け。行方不明少女の進路のために動き出す白崎学園進路指導委員、その名もホワイトグラデュエーション。おうおおう。どうですかこれ、昨夜寝ずに考えたネーミング。なんかホワイトグラデュエーションだと若干ちょっと下ネタみたいな感じになっちゃってるかもしれない。あ、まあ、まあトライ用によってはねちゃんとしてるかもしれないけどそれ。だからなんで1年が仕切ってんだよ。そのタメ口だし、委員長だかなんだか知らないが意気がってんなよ。うるさい、黙って聞け。なんだよそんなに俺が嫌いなのかよ。なんだなんだこれは、 BL に発展か。ああ、初雪がサポートしてくれている、感動だぜ。のぞむがギャーギャーやってくれないと面倒な役目がこっちに来そうだ。なるほどな。あのちょっといいですか、失踪者の捜索とかいくらなんでも委員会の仕事じゃないと思うんですけど。それはチラ。女子を中心に不安が広がっていて勉強に手がつかないんだとさ。俺たちで調べるだけ調べて何か出てくればよし、何も見つからなくてもそれはそれでホッとするということじゃねえのか。そう、それだぜ。俺が言いたかったのは、つうか山野辺って誰よ、そんな生徒いた。 3C に在籍しているのは確からしい。三の C って、それ川野と玉木さんのクラスじゃん。
武田が俺と玉木を見る。望むもこっちを見る。いたの？知らん。俺は玉木を見る。知らない。知らないの？え、もう玉木さんでも知らないってことこれ。先輩、1年近く一緒にいるクラスメートの名前ちゃんと把握してないんですか？全然把握してないです、この人。そいつの影が薄いんだろ。勝手に他人にネガティブなキャラ付けしている。でもあまり目立った人じゃなかったのは確からしいぜ。おう。ただゴーストの噂を校内で触れ回っていたらしい。ゴースト？幽霊のこと？あ、私も知ってるかも、その噂。おお。なんか2年前くらいから結構聞くようになったよね。私も聞いたことあります。旧内田市街ってスケート場とは反対側だし通ったこともないんですけど。あ、結構聞いたことあるんだ。ふん。ゴーストの噂を広めてたやつね。私知ってるかも。マジで？ほら、あいつゴーストがどうとかつまんねえ話なんか一生懸命喋ってたでしょ。つうかあんたもいたでしょ。ああ、聞いたかも、気味悪い話って。それって堀越じゃない？堀越。また新しい名前が出てきて。俺は眉を潜める。苦手なんだよな、人の名前を覚えるの。お前のその記憶力の問題なんじゃないか、それ。ああ、そう、堀越だ。あいつ一時ハマってたじゃん、そっち系の噂。いや、堀越の話自体がまた聞きでしょ。あいつが誰かに聞いたんでしょ。ちょっと聞いてみるし。言って女は携帯を取り出した。堀さん、なんか前ゴーストがどうのって言ってたじゃん。そう、旧市街地の話。うん。あれお前の体験じゃないよな、誰に聞いたの？すごいな、いきなり電話取ってピッ。堀さん、なんか前ゴーストどうの言ってたな。いやー、いいね、リア充というか、なんかいいね、こういう陽キャのさノリというか。相川は A 組の？ちょっと番号送ってよ。うん、サンキュー。ちょい待ってよね。相川は、お前ゴーストの話知ってる？あ、そうそう、それ誰に聞いた？堀越？なんだよそれ。あ、もういいよ。もう永遠にぐるぐる案件やんそれ。堀越は相川に聞いて、うん、相川は堀越に聞いたって言ってるわ。役立たずね。まあ噂話ってそういうものですよね。お、ちょっと待った。山止めについてチェンメ出してたら返信来たわ。おお、侮れないな、こいつらの情報も。チェンメってなんだ？チェーンメールだ。 D 組の杉森ってやつが先週山野辺静香に会ったってよ。お？旧市街の方へ歩いていくのを見たらしい。それで様子が変だったから声をかけたらしい。あ、声かけたんだ。山野辺さん、どこ行くの？え？ゴーストを探しに。しかも声全くないんですけど。だって先週か。学園に現れなくなった時期と符合するな。親族や知り合いから捜索届とか出てないのかな。旧市街地か。またいかにもって感じのところだな。でもなんでしょうね、ゴーストを探しにって。ま、普通の人からしたら気な臭いけど、いろいろとなんかなんだそれみたいな感じだけど、まあ、この玉木さんと、まあ、初雪くんからしたらね。玉木。ん？お前言ってたよな、ある少女が行方不明になった、それを探してるって。妙な符号だよな。お前の探している少女がその山野辺ってやつじゃないのか？それは違うと思う。違うと思うんだ。思うなんだ、そこは。私はその子の匂いを知ってる。ああ、だから私が来た時にこの学園にその子がいたならその匂いを嗅いでると思う。匂いしか覚えてないってこと？でも何かがどこかでつながっているかもしれないね。今になっていろいろなことが起こりすぎているような気がする。女の子探してるって何ですか？玉木先輩、そんなことしてたんですか？え、それはその困り顔で玉木が俺を見る。ちょうどいいじゃないか。え、川野くん？
この際人手は多い方がいい。利害が一致したところで協力を仰ぐのもありだろう。俺と玉木も分け合ってその噂を追っていたんだ。乳繰り合ってるとか勘違いされるのもたくさんだ。この際言っておく。俺とこいつは一緒にあるものを探している。そのせいでお互いしょうがなく、いやいや文字通り手を組んでるってわけだなあ。なぜ睨む？でも玉木先輩はなんでそんなことに首突っ込んでるんですか？言って東が俺を見る。先輩がそういう不気味なものに惹かれるのはわからないではないですか？おお。私は実はおゴースト。え、ゴースト？ゴースト研究家なの。おお。ゴースト研究家。どういうことだ？それはまたマニアックな。ちょうど俺と玉木もあの辺りに調べ物に行く予定があったんだ。調べ物ってゴーストを探しに行くとか？そんなところだ。そして山野辺もゴーストとやらの噂を突き止めに行って行方をくらましている。ゴーストの王様に会いに行くとはさすがに口にはできない。あそこに行けば手がかりをつかめるかもしれないしな。なるほど。いいんじゃん、ゴースト探し楽しそうじゃねえ。冒険って感じだね。ヤンキースたちは意外と乗り気らしいただの中二病なんじゃないか。冬休み中にどんな面倒なことを押し付けられるかと思っていたが、ちょっとしたハイキングで済むなら儲け者くらいの考えなんだろう。あの、ちょっと待ってください。おと、なんとなくまとまりそうになったところで東が声を上げた。東先輩、旧市街地にゴーストを探しに行って本当に行くんですか？なんか私いつの間にかすごく面倒なことに巻き込まれてるような。うん、まずここに来た時点でも面倒なことに巻き込まれてんのよ。お前が勝手に来てるんだろ。ぐちぐち言うなら家帰ってオナニーしてろ。それ来た、そういうのね、オナニーね、そうしてた方がいいと思いますよ。うん、あなたにはなんかよくわかんないけどね、それが似合うんだよな。なんだよ、そういう先輩みたいな犯罪者が、うん、玉木先輩やのぞちゃんみたいな純粋な女の子に犯罪しないか心配なんですよ。だから来てるんじゃないですかなるほど。うぜえ、お前そういう回りくどいこと言いながら実は俺目当てなんじゃねえのか。あれ、うぜえな。めんどくさいままごと恋愛がしたけりゃその辺の暇な男とやってろ。抱かれたいなら抱かれたいと言え。なんで先輩はそうなんですか。改めてください。し、いじめればどっか行くかと思ったが、玉木と違って食いついてくるだけだな。変態か。お前も変態だがな。何いきなり。あずまちゃんの言う通りだよ。私はおすすめできない。お、危険がないとは言い切れない。そういう覚悟がある人だけで行くべきだよ。なるほど。危険、覚悟。お、あれ楽しくなってきちゃった。こいつバカだな。少なくともここにいるメンツの大半はそんな中古が逆効果だってのに確かにむしろ楽しくなってきちゃうからな。食いついてくるだけの変態どもだ。もう、いや、お前も含めて変態だけどな。俺もな。はい、ということでした。今回はこれで以上にしようかなと思います。じゃあ変態たちの大運動会で、次回旧市街地に向かっていくんでしょうかね。どうなんのまたこの中から行方不明者出てきちゃうのかな。なんかそれはそれで悲しいけどな。じゃあ次回お楽しみに。それじゃあバイバイ。